渋川さん的にレギュラーの反省点って何かありますかうん。やっぱり序盤が硬かったかなうん。そこに尽きるかな解説してて雰囲気とか掴んでたつもりだったけど、やっぱり実際にやるとね、だいぶ違ったんで、そこかななんか、赤ありのね、基本的な打ち方はかなり練習していったんだけど、その辺のなんか空気に対する練習はね、してなかったんで、うん。 やっぱそこかな、うん、序盤硬かった。まあ序盤硬いがね、長かったかな。1試合だけ硬いでね、済ませるべきだったね、普通に。うん、っていう感じかな。半戦戦、ブレードの押しトはいいや。うん、でも今、だいぶで硬さはなくなったんで、うん、まあ、セミファイナル。まあ腕振っていってるんで、まあ、なんとかなるでしょうという気持ちでいるけどね、まあ、しっかりセミファイナルまでにね、仕上げていきたいですね。うん アイニーさん、初 M リーグレギュラーシーズンお疲れ様でした。セミファイナルの個人的な目標ありますかナイスパレーでまーす。個人的な目標はないね。とにかくね、通過することだね、うん。通過すること、うん。あとは、なんかあと一歩なんで、本当あと一歩でね、爆発できそうな感じは常にあるから、そのあと一歩行きたいね。うん。あと一上がりとか、あと一折りとか、あと一選択成功とかね。うん。やっていきたいですね。 とりあえずね、僕が100負けたのにしっかりチームは4位で通過してくれたんで、もう、今回はもう、助かった。助けられたんで、やっていきたい。セミファイナルしっかり活躍していきたいね。うん、ビシッと選択がハマるとか見たいです。そう。ビシッとね、バチコリっていきたいですね。バチコリと。うん。今シーズン2択の正解率何パーだった体感30%かな。<laughs> 体感ね。体感30%だったかな。うん、体感的にね。なんか、あんま当たんなかったな。<laughs> 二択 <laughs>。あんま当たんなかった、本当に、うに、ん。ということで、セミファイナルはまあ、70とは言わないから60ぐらい欲しいね。うん、迷った2択は本当に30%ぐらいだったんじゃないかな、成功率。うん えいさん二回のダイラスとかリーチ負けとか放置率とかいろいろ考えたらめちゃくちゃ耐えてるなという印象でしたまずはセミコの大活躍期待しますナイスパレでまーすうーでも目的にはやっぱりね序盤からもっと伸び伸びとグイグイやってればね、まあ、プラス200はきついかもしれないけどプラスには慣れたかなっていう感覚あるんでねやっぱりちょっと序盤が良くなかったなと思いますね、うん レギュラーシーズン長く感じましたか短く感じましたか僕はレギュラーシーズン短く感じたね。早かったねーっていう感じで、あっという間に終わった感じだね。うん、10月から始まって、10月、11月、12月、1月、2月、3月とね、6ヶ月ぐらいやってるんだけど、なんか、あっという間だった感じ、うん。普通に。早かったねーっていう感じだね。レギュラーシーズンの個人的ターニングポイントはね、うーん、あの、ダイラス引く前のハンちゃんかなー。うん、8ハンちゃん目ぐらいの時に、 普段では絶対切らないようなちょっとピヨピヨのハイ切った回があっていやこんなハイ切ってるようではダメだなってなってバチコン行こうってことになってそこで意識切り替わったかな結構うんやっぱりなんかね普段打たないハイ打ってるようじゃダメなんだよな基本的にその次からだから気合入れていったら超ダイラス引いてなんだこれはってなったけど ままあまあそこの実はダイラスの前にちょっと切り替わってたというか、うん、ターニングポイントだったかなと思うね自分的には新加入サンスニー選手はねみんなマイナス100ぐらいでしっかり終わったよ、うん、まあでもみんなねあれなんだよねこのままじゃ終われねえと思ってるだろうからセーフ,ファイナルでね来るかね、うんまあ、高評価111チャンネル登録高評価できればメンバーシップ登録もよろしくお願いします、はい